テクステ撮りました。昨日家帰ってもうお風呂入ったのが1時とかだったんですけど、お風呂上がって髪の毛乾かしながらむしり取って、2時過ぎまでずっと髪の毛をむしり取ってました。で、髪の毛今こんな感じです。うん、俺は今のが好きだってね。わかる。なんか久しぶりにこんなさ短い、久しぶりっていうか、まあ結構あの最近短かったんですけど、あのショートカットいいなって思っちゃいますよね。地毛も伸びた。そう、めっちゃ伸びた髪の毛。そう、エクステ取った。豆腐バーです。いただきマンモス。うん、お昼ご飯。うん、これ美味しい。うん、何味だって。なんか味が濃くないと食べれないんですよ、食べ物。ちょっと行ってくる。どうも。これ昨日買ったんですよ。うん、美味しいの、これが。うん、こう昨日おにぎり持ってたから、おにぎりって気分でもなくて、甘いものっていう
なんか普通に食べ物としてね、お菓子とかじゃないじゃん、食だから。おにぎりもって気分でもなくて、なんかクレープとかっていう気分でもなくて、じゃあ何って思った時にこれだった。食べやすいし、うん、うん、美味しいし、なんかお腹いっぱいになりそう、詰まってるし、うん、これ美味しいんよ、うん、取ったエクスター捨てました。眠いですね。眠い。わかる。ヨーグルトとカレードリア食べた。昨日のこのぐらいの時間だって、昨日家に着いたの1時ですよ、夜の。一昨日も1時で、うん、で朝から満員電車に乗って朝来て踊って覚えて、もうそう、ちょっと一回やっぱね、東京だから全てのレース、私神奈川県に住んでるわけで、もう昨日初めてじゃないけど、お母さんの前で、ああ東京に住みたいって言ってみた。そう、でもコロナ禍の時もめっちゃ喧嘩したんですけど、一人暮らししたいみたいな、できないみたいな、一人暮らしするからみたいな感じでめっちゃ喧嘩した時があって、うん、そう。でも結局今は実家っていう感じに、できないっていうか、普通に金銭的な問題でも、あの、その時はちょっと、あの、給料的に今そのことであんまり言っちゃいけないです、そういうね、どうせ親の力を借りなきゃいけないんだからっていう、もっとねっていう
なのでまあ喧嘩とかにもなって、そうでもそうやっぱ親にね迷惑はかけちゃいけないので、そう一人暮らし自立しても自分の力だけでするんだったらしたいので、そうでもねさすがにもう朝は満員電車で夜は終電とかなんかそういう感じにねが続くと、もう電車に乗ってる時間とかあーってもっと近くに住んだらなんかもっとなんか楽なんだろうなって思ってしまう最近、昨日もレッスンが終わったのが終電のほんとギリギリで、もう走って駅まで行って、そうやばいと思って走ってね帰りました。そしたらなんか飲食店の裏でさゴミとかゴミお袋をさ置いてる飲食店さんの裏側のゴミ袋にすっごいネズミがいて、5匹ぐらいがすっごいゴミ袋を漁ってて、あのネズミがちょっとびっくりしたびっくりしました。でお母さんに連絡しました。やばって、なんかゴミ袋にネズミがたかってて鳥肌立ったって、ネズミも必死なんだよって来たそうお母さんはいつも起きて待っててくれます。てか迎えに来てくれるいつも。夜とか。そう危ないんでね。夜一人歩くと。昨日も私の部屋がすっごい荒れてたんですよ。もうずっとなんか掃除をし、なんか掃除っていうか片付けができないっていうか、なんかもう本当に無理なんですね。なんか服をなんかもうしまうみたいなのができなくて、なんかお母さんが畳んで部屋に置いてくれるやん。でそれを上から取ってくみたいな、なんかもう収納しないの。なんかお母さんは畳んでまでして畳んで私の部屋の中に入れてくれるんだけど、それをそこから私は何もしないわけだから積み重なるわけで、着たい服ってなると掘り返すわけ。えだからえもう本当に部屋がやばくて、やばかったんですけど、もう昨日家帰ったら全部畳んでまた整理して並べてくれてて、
私あの部屋のさ電気のさライトのリモコンがなくなってたんですよ。でも探すのもめんどいからあのさもう壁についてるやつスプッと押してもう真っ暗にして寝てたんですよ最近。そして久しぶりにリモコンが枕元にあってうわっと思って久しぶりにあのオレンジ色のライトで眠れました。うん、一人暮らしはね、私の親はもう一人暮らしは多分自立しなするまでさせてくれないというか、なんていうんだろう、もしするんだったらもう自分の力だけで、もう自分のあの稼ぎだけ稼ぎっていうかだけでやるならいいっていう、そういう人なので、そうなので私もいやあの兄弟みんな自分で自立できるんだったらいいよみたいな感じなので、そう普通そうだね。だってそう仕送りとか仕送りでも仕送りとかないか、別に神奈川県で、そう中途半端はダメっていう、そうなので、私もでも私はまだ実家で、うん、で親も多分実家にいてほしいと思う、私に。そう、ね、猫いるし、私猫いるから、まあ、猫一人暮らししたら猫と会えなくなりますし、そうまず猫、そうまず猫がね大きいですね。あの猫と離れるっていう、そう猫、うん、そう猫を小学生の時から飼ってるので、まあ、猫をちょっと見守ってから一人暮らしのことは考えます、うんうん、猫さ、私の黒いニットの上でしか寝ないんですけど、だから黒い服が全部さ毛だらけ、うん、ヨギボーはヨギボーのクッションがあるんですけど家に、そのクッションの上ですっごい寝るようになったの。なんかまあ四角で本当こんぐらいのサイズなんだけど、めっちゃはみ出てんの体が猫で、でもめっちゃそのクッションがお気に入りっぽくて、みんなじゃない、その猫がそのクッションの上ではみ出てるけど寝てんの。最近それがすごいお気に入りらしくて、えだったらもう体の何倍もあるヨギボーを買ってあげたいなっていう、そう、うん、そのサイズが良かったりするんだろうな。いやなんか人をダメにするソファーみたいなのが家にあるんですけど、それもめっちゃ気に入ってたんですけど、なんか猫ってルーティーンがあるんですよ、気に入る場所ので。今ヨギボーのクッションなんですけど、普通にあのその人をダメにするソファーでもいつも寝てたから、だから新しくその人をダメにするソファーじゃなくてヨギボーのなんかでかいクッションを買い与えたいなっていう、ルーティーンでいつか気に入る日が来ると
そうキャットタワーとか買ったけど全然登んなくて、なんかキャットタワーマジで使わなくて、なんか昔とかはよくさ網戸とかにしてたら網戸にこうやって登ってったりしてたけど、もう今はもう猫ちゃんも結構年なのでキャットタワーとか買ってっても全然登んなくて、うん、マジでそう。なのでそのキャットタワーはちょっと損になっちゃったんですけれども、キャットタワーは若い時しか喜ばないだって。そうなんだ、若い時に確かにあげてたらさめっちゃ喜んでた、ね、え、今何時何分だろう。59分。あ、やばい、そろそろ終わんなきゃ。1時までしかね、ここ借りれないって言われたんで。じゃあそろそろ終わりますかね。では、おランキング見たいと思います。いきます。13位、YSA73 ねむねむ王。12位ボマ、11位スミグルイアットグンマニア、10位ファデル、9位モエ、8位アヤカン、7位リン、ソニー、6位ソニーアットダシ、5位オンオン、4位ヤナミ、3位グアパットグンマニア、2位マッタ、そして1位はクマティ。ありがとう。ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わります。バイバーイ。